はい、皆さんこんにちは、ラクサンコックです。今回は新じゃがと豚バラブロック肉を使ってうま煮を圧力鍋で作っていきます。味の決め手として豚肉は塊のまま30分下茹でをすることで雑味がなくしっとりと仕上がります。味付けは定番の醤油、砂糖、酒、みりんに甜麺醤を加えコクを出していこうと思います。さて、うまくいくかどうか頑張ります。はい、新じゃがと豚バラブロック肉を使ったうま煮の完成です。早速実食にいきたいと思います。いただきます。
はい、ゴロゴロと入った豚角煮は箸で切れる柔らかさ、新じゃがのホクホクとした食感とボリュームがたまらない一品となりました。今回もご視聴どうもありがとうございます。それではまた。